小人賞のハリウッド俳優ピーター・ディンクレイジが日本旅行で感動したことをアメリカのテレビ番組で語り、大きな話題を呼びました。彼は生まれつき軟骨無形成症を患っており、街中では心ない言葉をかけられることもあったそうです。そんな中でも自身の身長を生かして、これまでに数々の映画に出演し、手にした賞は数えきれません。プライベートで日本と韓国へ旅行に行ったというピーター。両国の違いをテレビで語ると、視聴者だけでなく全国で驚きの声が上がったのです。では彼が体験した日本と韓国の違いとは何だったのでしょうか。今回はピーター・ディンクレイジを感動させた日本の魅力と、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。身長よりも大きな力を持つ俳優、ピーター・ディンクレイジ。ピーター・ディンクレイジは、1969年6月11日アメリカ生まれの俳優です。他の俳優たちと決定的に違うのは、彼の容姿そのもの。生まれつき、軟骨無形成症という病気を患っており、小人症の代表的な病気です。骨の太さは成長しますが、長い骨が十分な長さに成長しないため、彼の身長も132センチ程度だといいます。世界では約1万から4万人に1人の割合で遺伝子の突然変異により発症し、彼の両親と兄のジョナサンは平均的な身長だそうです。子供の頃から演劇に興味を持ち、高校では演劇のクラスを取っていました。卒業後はバーモント州にあるベニントン大学に入学し、1991年に演劇の学位を取得して、在籍中は数多くの舞台作品に出演しました。大学を卒業するとニューヨークに住み、友人と劇団を立ち上げます。しかしうまくいかず、俳優の仕事を探しながら6年間データ処理会社に勤務することになります。そんな苦しい生活の中、1995年にインディペンデント映画であるリビング・イン・オブリオン悪夢の撮影日誌で正式にデビューを果たすことができました。その後は X-Men フューチャー&パストやアベンジャーズインフィニティウォーなどに出演し、実力派俳優として名を挙げます。また2011年から放送が開始されたテレビドラマシリーズゲームオブスローンズで、ピーターは主要人物の一人であるティリオン・ラニスターの役をオファーされましたが、最初は乗り気ではなかったようです。その理由について彼は後にこのように語っていました。私たち小人症のような人間にとって、ファンタジーというジャンルは月並みだ。どうして退屈なとんがった鼻やひげをつけなければいけないんだと思っていたんだよ。だってそうしなくちゃいけない理由なんてないだろ。なんで未だにそんな固定概念にとらわれているんだって思ったんだよ。そんなものは必要ない。だから僕は総制作チームに伝えたんだ。当時の私は原作も読んでいなかったし、ティリオンについて何も知らなかったんだ。私は単に嫌なやつだったんだよ。しかし原作のティリオンはピーターが想像していたようなステレオタイプのキャラクターではありませんでした。大酒飲みの策士で慈愛の心も持ち合わせている複雑な男性だったのです。彼はティリオンが奥が深い役だということを知って、自分自身がキャラクターに対して間違った先入観を抱いていたんだと思い、オファーを引き受けることにしました。そんなトラブルもあった本作ですが、実際に公開されるとピーターはティリオン役で高い評価を得ました。エミー賞ドラマシリーズ部門助演男優賞に8度ノミネートされ、4度受賞する最多受賞記録を更新する快挙を果たし、ゴールデングローブ賞シリーズミニシリーズテレビ映画部門助演男優賞も受賞することができたのです。ではそんな彼が語った日本と韓国の違いとは何なのでしょうか。韓国では見た目が全て。ピーターはアメリカのテレビ番組で初めてプライベートで日本と韓国を訪れた際のことを語りました。最初はありきたりなことしか言わなかったピーターに、しびれを切らした司会者が、じゃあ日本と韓国を旅行した時に何が一番大変だったの？という質問をしました。するとピーターは少し黙って考えた後、暗い表情で静かに話し始めました。韓国では僕のような体の人間は生活できないらしい。この言葉に会場はざわつきました。それを気にせずピーターは話を続けます。空港に着いた時から韓国では違和感しか感じなかった。
僕はご覧の通りの見た目で、人と容姿が違うということはよく理解している。もちろんみんなも知ってると思うけど、アメリカでは人の容姿に対し、何かを言うというのはご法度だ。僕の性格についてからかうことはあっても、ほとんどの人が見た目については何も言わず、見向きもしないで通り過ぎていく。だけど、韓国では全く違った。言葉はわからないけど、ひそひそと話しているんだ。それが俳優としての僕に対してじゃなくて、小人賞としての僕を見下したものだったことは、雰囲気で理解できたよ。ピーターからの衝撃的な発言に戸惑いながらも、どうして見下されていると思ったのですか?と司会者は質問を続けました。それに対してピーターは、それはにやつきながら人に指さしてひそひそ話したり、僕と目が合った途端に、さっと顔を背けていたら誰でもそう思うだろ。そういう人が取る動作は、世界共通なんだと勉強させてもらったよ。と答えました。韓国の空港に着いた途端、ピーターは嫌な雰囲気を感じつつも、せっかくのプライベート旅行だから。と気持ちを切り替えて歩き出しました。しかし、その時、ちょうど誰かがキャリーバッグにぶつかってきたそうです。その人は自分が悪いにもかかわらず、すごい形相で彼を怒鳴りつけました。唖然として固まっていると、空港のスタッフが駆けつけてきましたが、すごく迷惑そうな顔をしているだけで、二人の間に止めに入るわけでもありません。さらには、スタッフさえも韓国語で話し、何を言っているのか全くわからなかったと言います。空港だというのに、英語を話せるスタッフはいなかったんですか?という司会者からの質問に対して、わからないね。ただ、韓国に滞在している間、僕は英語を一切聞くことはなかったよ。とピーターは語りました。空港はいろんな国の人たちが集まる場所です。そんなところで、スタッフさえも世界共通語でもある英語を話さないというのは、ピーターだけではなく、他の利用者にとっても優しくありません。また、韓国の街中の様子についてはこのように語っています。とにかく、公共機関が使い物にならないというよりも、身体障害者向けのサービスというのが、ほぼないに等しい。韓国では、車椅子の方が電車に乗り降りするときに、手を貸す人もいない。それに、階段に設置された車椅子用のリフトは故障しているから、少し離れた場所にあるエレベーターまで移動しなければならないんだ。それは公共施設だけじゃなくて、街中でもそうなんだ。韓国の街中には、日本と同じようにこじゃれたカフェや雑貨や服屋が並び、たくさんの若者や観光客であふれかえっています。しかし、どの店舗も入り口が階段になっているか、段差になっていて、車椅子の人は利用できない作りになっているのです。さらに歩道の幅もとても狭く、道の両端には大きな木が植えてあり、人混みをかき分けつつ、車椅子でスムーズに移動するなんてできそうにもありません。そうなると、移動できる場所が車道しかなくなってしまいます。また、韓国は車の交通量が多く、スピードも速いため、そんな中を移動するのはとても危険なのです。街中でも、僕への好奇の視線が途切れることはなかった。それどころか、僕を指さして大声で笑うような人もたくさんいたよ。それで僕は悟ったのさ。韓国という国は、障害者にとても冷たい国だって。帰国してから韓国という国について調べたけど、あの国では、見た目が何を差し置いても絶対的な正義なんだ。韓国は美容整形がとても有名な国だろ?それが国民の意識にまで出ていて、若い女性が就職するときには、醜いと落とされてしまうから、整形が必須と言われているらしい。すべての企業がそうだとは限らないけど、大手企業になるほどその傾向が強いんだよ。ピーターが番組の中で韓国の体験談を話している間、誰一人として笑う人はいませんでした。あまりに差別的で人間性に欠ける韓国社会の現実に、誰もが絶句してしまったのでしょう。会場が暗い雰囲気に包まれていたのを見かねた司会者は、日本についての質問を始めました。すると、ピーターの表情は一気に明るくなったのです。真の先進国は日本だよ。日本は素晴らしい国。アメリカが一番の先進国だと言われているけど、真の先進国は日本だよ。飛行機から降りた時、ほんのりと醤油の匂いを感じた。最近は、アメリカでも寿司ブームだからみんなも知ってるだろう。あの匂いだよ。韓国では、降りた瞬間から周囲の人にジロジロ見られたけど、日本では全く視線を感じることはなかったよ。多分、僕が俳優だということに、誰も気づいてなかったんじゃないかな。先ほどとは打って変わり、日本について熱弁するピーター。
その様子に司会者は驚きつつも質問を重ねていきます。どうでしょう、あなたは名の売れた俳優ですから誰も知らないなんてことは考えられないと思いますが、私も長い間司会業を務めてきましたが、日本へ行ったというセレブたちは誰もが日本では特別扱いをされることなく穏やかに過ごせたと言ってますよ。それに対してピーターはこのように答えました。道理で誰も僕をじろじろ見なかったんだな。きっとそれは日本人は恐ろしく人に気を使う人たちだから、あえて特別扱いしないことで過ごしやすくしてくれたってことなんだよ。日本について話し始めてすぐにこのような発言が出ることからも、ピーターがとても日本を気に入ってくれている様子が伝わります。また彼は日本の街についてもたくさんいいところを教えてくれました。日本の街はアメリカと比べてもインフラが整えられていて、誰もが快適に過ごせるように作られています。障害者や高齢者などが公共交通機関や建築物などを快適に利用できるように定めたバリアフリー法は2006年12月に施行されてから10年以上になります。その中で2018年の調査では、1日あたりの利用者数が平均3000人以上の鉄道駅において、バリアフリーなルールが一つは確保されているという駅は 89%、 視覚障害者を誘導する点字ブロックが設置されているという駅は 94%、 多機能トイレがある駅は 85% となっています。また隙間を埋めるための可動ステップやスロープ状にかさ上げして段差を解消し、隙間を解消するゴムも設置しています。駅だけではなく観光地として人気を集める歴史的建造物のバリアフリーも進んでいます。国宝や重要文化財に指定されているものは文化財保護法により保護することが定められています。この法律では補修をするときでさえ、その建造物の価値を損ねないように十分に検討して慎重に行うように決められています。つまり現状を変更するようなスロープやエレベーターの設置というのは容易にはできないのです。そうした中でも国の重要文化財に指定されている札幌の豊平館は木造2階建て地下1階建ての建物ですが、車椅子で自由に見学できるようになっています。2016年に建てられた建物の裏側にある付属塔、これは豊平館よりも一回り小さく作られ、景観を損ねないように正面からは見えない作りになっています。建物にはエレベーターがあり、豊平館とそれぞれの階を渡り廊下で結んでいますが、2階には必要最小限の扉をつけました。このように問題なく日常生活や観光を行うために日本はバリアフリー化を進めているのです。そうした日本の様子に触れながらピーターはこのように語りました。君知ってるかい、日本人というのはとても親切な人なんだ。それは彼らの対応を一つとっても説明できるほどに。だけど僕が感心したのは、その親切さが街そのものに反映されていることだよ。日本のバリアフリー化は本当にすごいんだ。かゆいところに手が届くって感じだね。自分だけではなく他者のことを大切に思う日本人の親切な心が、そうした街や観光地にバリアフリーという形で現れているんだ。日本人は障害者のことを仲間外れにしない。当たり前のことだし、自分の心の中で思うのは簡単だ。だけどそれをちゃんと行動に移して形に残せるのは日本人くらいだと思うね。この放送が終わるとアメリカの SNS 上で大きな話題となり、 SNS 上では日本に対する称賛が数多く投稿されたのです。海外の反応、今回のことについて海外のネットユーザーから多数コメントが寄せられましたので、その一部をご紹介します。僕の家族には車椅子を利用している人がいるんだ。車椅子ってかなり幅を取るし、普通の人からしたら邪魔だろ。だから旅行に行くのは我慢していたんだ。でもピーターのコメント通り、日本が車椅子の人に対しても素晴らしい国なら、ぜひ旅行に行きたいね。私はずっと彼のファンだから、韓国については本当に怒っているの。現代は多様性の時代でしょ。それなのに少し自分と違うというだけで差別するなんて最低だわ。彼が日本にも行ってくれて本当に良かった。そうじゃないと彼の旅行は最悪だったからね。日本に旅行した時、電車に乗る機会があったんです。言葉もうまく通じない国で本当に緊張しましたし、何より同行者が車椅子だったから、車輪を隙間に挟まないように電車に乗せることはできるのかと不安だったんです。
その時、駅員さんが私たちのそばに来て、簡易的なスロープを見せて微笑んでくれました。そして、電車が来るとスロープを敷いて、車椅子を押してくれたんです。言葉は通じなくても、彼の笑顔と行動が本当に素晴らしくて、それだけで日本に行った価値がありました。日本だって不便なところはあるし、人のことを変な目で見るじゃないか。俺が日本に旅行した時、肩をぶつけられたから怒鳴ったら、周りの人がスマホで撮影してきたんだぞ。それなのに、優しい国だなんて言えないだろ。日本の施設もそうだけど、ご飯も本当に美味しいわよね。私も日本が大好きで、夏休みには必ず日本に行くのよ。ご飯が美味しくて美味しくて、滞在中、ずっと食べてばかりいるんだけど、帰国して体重計に乗ると痩せてるの。日本の料理は本当にヘルシーなのに、満足感がすごいから、痩せたい人は日本に行くべきよ。以上が今回寄せられたコメントの一部です。いかがでしたか？前述した通り、日本はハンデを持った人でも生活しやすい工夫がされています。ですが、まだまだ全ての施設や建物がバリアフリー化したわけではありません。ピーター・ディンクレイジが日本人の優しさについて語ってくれたように、困っている人がいたら進んで手を差し伸べていくことで、みんなが生活しやすい社会になるのではないでしょうか。これからも海外の人も含め、日本人も生活しやすい社会を、私たちで守っていきましょう。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。